ダンジョンズ&ドラゴンズで遊ぼうよ。よっ、はい、よしそれ、かっけいいね、はい、かっけー、好きそう、めっちゃいい、最高じゃん、これこの避け方見て、避け方身体能力、身体能力がすごい人だよ、これこれ、これいいね、これ何今回、はい、うん、え、案件どうなの、はい、おかげさまで生きておりますそういうことだね、ひらにヒラニ、ヒラニね、今回はこのダンジョンズ&ドラゴンズの PR ということで、はい、いいの、はい、こちらのウィザーズ・オブ・ザ・コーストさんから発売されております、はい、このダンジョンズ&ドラゴンズ日本語版の、あ、もう宣伝をしようじゃないかということで、遊べるってことか、これが、はい、すごい、まずね、ダンジョンズ&ドラゴンズは何なのかというと、うん、1974年に制作発売されたテーブルトップ RPG で、うん、世界最初のロールプレイングゲーム、あー、テレビゲームの前ね、そうそうそう、ダイスを振った結果によって、うん、あのストーリーが無限に広がったり、いい、自分が想像した独自のキャラクターになりきって冒険することもできて、うん、面白さはもうめちゃめちゃすごいと、はい、で特にこちら のスターターセット、うん、竜たちの島ストームレック、ほら、まあ、プレイヤーがモンスターと戦って宝物を見つけて壮大なクエストを引き受ける、協力型のストーリーテリングゲームとなってまして、はい、初心者の方でも楽しめるセットとなっておりますと、はい、たまらんね、ちょっと僕やったことない、僕もな、はい、なるほどね、で結構まあ言ってもまあ初心者なんで、はいはい、僕らだけじゃちょっと心もとないなって、なるほど、うん、あの今回、はい、ダンジョンマスターの方、ダンジョンマスター、ダンジョンマスター、お呼びしております、どうぞ、あ、ファイターコーさん、ファイターコー、ファイターコー、どうも、ダンジョンマスターのファイターコーです、すげー、すごい、このエプロン、エプロンだ、すごい、ダンジョンエプロンって書いてある、すごい、さすがファイターコー、ファイターコー、初めて会ったかも、ダンジョンマスター、確かに、確かに、どこでもいるって、どこでもいないいない、僕らは僕ら気づいてないだけでマスターはいたんだ、どっかも、今日はよろしくお願いします。早速遊んでいきたいんですけど、ね、うん、まずどうすれば、確かに、うんうん、そうですね、あのまず遊ぶためにキャラクターを作らなきゃいけない、うん、はい、さらにこのスターターセットはあらかじめキャラクターがもう作られたら入ってます、うん、なのでここからキャラクターをまず選んでいく、うん、なるほど、選ぶだけでいいんだ、はい、いいですね、もうさ、名前決めるのだけでさ、でね、数時間ぐらい。いや、それは上げすぎだろ。あ、ほら、あれ、すごい。すごいな。簡単に説明していきますと、はい、あの、いわゆる回復をするクレリックという職業なんですね。これはあのドワーフっていう種族なんですけど、うん、はい、それからあのファイターというか、うん、これはあの、まあ、いわゆる戦士ですね。うんうんうん、で、こちらが、まあ、エルフ。キャラクターです、はいはいはい、それから、いわゆる聖騎士で鎧をパッと着て、うん、まあ、何かこう太陽のために戦うとかかっこいいやつが、まあ、騎士ですね、はい、こちらがパラディ、パラディ、うん、それと、ね、残りが、まあ、ローグ、あー、まあ、盗賊です、はいはいはい、素早い動きで、いい、ね、それと、まあ、ウィザー、あー、ローチャーですね、これはいい、この5種類、いや、じゃあちょっとマジで選ぼうよ、みんな選ぼう、選ぼう、あー、じゃあ、俺、はい、女ローブしかやらないって決めてる。はぁ、何何こいつ、家庭の事情が縛って何こいつ、そうじゃなかったらちょっとなんか喧嘩って、何こいつ、え、じゃあもうローブ取られちゃったってもちろん、ええ、いいなぁ、ローズだらけじゃダメだもんね、え、小人みたいな感じ、あたいの名を言ってみな、え、そうなんですか、もう決めてる、そこまで決まったらもうジャニーじゃん、影身長がやっぱちょっと低め、120センチぐらい、あら、ここにぴったりです、影を影を生き抜くやつだから、ね、目立っちゃダメなやつだよ、あ、そうなんだ、でも僕ずっとエルフになりたかったんだよ、なるほど、ファイター、あ、だから、いや、ウィザード、ウィザードだろ、ハイエルフになって弱みをしたいっていう、弱みを泉とか泉でこう、羽衣で弱みをしたい、幕合いだろ、もうそれはあるあるだから RPG というかファンタジーあるある、じゃあ僕やっぱ大義に行きたいんで、うん、確かにパラディ、ああ、うん、いいいいね、神は静寂をたっとシールドみんなにシールドを貼ります、あー助かる、じゃあ僕クレリックにしようかな、クレリックやして、めちゃめちゃでけえ鼻つけて、めちゃめちゃでけえ鼻つけて、そうかな、それがでかいかしら、めちゃめちゃでけえ、回復魔法、回復魔法で、はいはい、どっしりとしたね、うん、あと物理も結構いけるんですよね、クレリックで、そうですね、そうなんだ、こういうのでね、あく三個ひし形のひし形のコンで、あーいや、でもちょうどよかった、え、昔あの今年の抱負、はい、ウッドエルフの女戦士になり、え
ぴったりじゃない。なんで女なんだよ。女ぴったりなの。やっぱ一番自分からかけ離れた存在ってレッドエルフの敵を圧倒する女戦士な気がするんで、結構近いけどね。え、まあ、顔もウッドエルフの感じするんだよな。ファイター、何も出ませんそんな勝手ねえやではないキャラクターがもうそういう形で決まったんであれば、うん、はい、その、まあ、まさに名前を決めていきたいと思います。はい、名前 ね、 いね、ここ一番好きここだけでいけるでしょ。あれさ、ここだけで大丈夫。名前とかを書ける欄をちょっと用意しました。え、外見ありがとうございます。最高。すげえ、ちょっともう青色申告を思い出しました。確かに A、B とかがあるやつ。 A プラス B が名前か。そうですね。キャラクター名ね。では、はい、え、あの、じゃあ出来上がったキャラクターの自己紹介をぜひお願いいたします。はい、私は眼性ベルムロック。眼性ベルムロック。まだ若いだろ、60歳え、60歳並みの間だ。そうですね、ドワーフは大体350歳ぐらいにいますので、まだまだ、まだ新卒ぐらい新卒のドワーフか。エルフはとにかく疑っている。エルフの意見には基本的に、ね、5分の2がエルフ。よく心地悪い。野蛮な行為を嫌うから。あ、なるほど、ね、他のドラーフとかエルフとか違うから。本当にレリックだ。そうだよ、酒があると抑えることができない。いや、やばいな。知らんね。結構やばい。酒好きなんですよね。弱いが。体型もちょっとシュッとしてるんだよね。このドワーフの中では。いや、アップめちゃめちゃ自信ある。ビジュアルをバカにされるととにかく。ああ、そうなんだ、ね。めちゃめちゃイケメンなんだ。そうだ、ドワーフの中では。見た目維持にめっちゃいいヒゲって言われるんですね。なるほどね。そうか、そうか。私は、ウッドエルフのファイターということで、もう、正統派のね、戦士。はい。フシクレのシャディラ。フシクレ。フシクレね。フシクレとはシャディラ。エルフの中でも身長高めの185センチで、あの膝とか肘とかがゴツゴツしてるから、フシクレって呼ばれてた。周りから。それでフシクレのシャディラ。なるほど。で、まあちょっとキャラの絵は目を練習してたら。オタクのラキが、ラキラキじゃねえか、おい。オートだろ、中二のような。練習しかできてない。めちゃめちゃえぐい。この剣はうまく描けたんですよね。ああ、定規で描いた剣とか。シャディラはですね、誇り高く、戦いによって価値を証明する。確かに。そして冗談の通じない、生真面目なタイプ。生真面目か。うん。恐れ山にぴったり。そう。弱みとしては、知略みたいなところは長けてないので、そういう政治的な争いに巻き込まれやすかった。なるほどね。利用されよく利用されるみたいな。そうそう、なぜ私はこんなもののためにああ愕然とね。いいね。それがフシクレのシャディラ。シャディラよろしく頼む。じゃあ、はい、次はアタイ。アタイはルリバナ、シルビア・ロレンシ。ルリバナルリバナ、ルリバナ、ルリバナね、これですね。なんだこれ。なんだこれ。シルビア・ロレンシアでしょ。まあ、一人称は値で、ただロレンシアという名前の方は隠していると。あ、滅んだ王族と同盟同盟ならそうだろう、ね、同盟ならそうだ。気前がよく、金銭に対する執着はないと。ないんだ。王族なのに。同族なのに。で、関わり深いもの、過去の王族。うん、滅んだ王族と同盟。あ、だら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 とわっと出てくる。属性下手だな、おい。属性重いな。で、まあ、苦手なものは雲と、あと料理にうるさ。味に。いいですね。この宝をさ、求めてさ、洞窟に入ってって、目の前に雲がツーってきたら、マンドラゴラとこんぐらいはなるよ。苦手なものなんだから。いちいちその尺取れないから。いやもっと短く取ってもらえばいい。雲のモンスターとか出ないことを祈るしかないね。やばい。そしたらもうパニック。雲出たら怖いな。大丈夫、やってきたわ今まで。結構やっぱ団長苦手かもしれない。はい、じゃあ私、僕はね、ヒューマン、ヒューマンのパラディンの、かっこいいっすよ。静けさ鏡。静けさ鏡と書いて、ロード・オブ・サイレンスと。静けさ鏡、ルシュル・ファルベラン。ルシュル・ファルベラン
かっこいい。ルシュル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 ・ファルベラ。なぜ静けさ教と呼ばれているかというと、うん、もう戦闘とは思えないほど静かにことが終わってしまう。え、うん、ついたらもう、敵がこう、わーって雄たけび上げる。槍使いなんですけど、はい、ルシュルがこう、槍をこう、ふって振りかざすと、一瞬こう、水を打ったように、はい、戦場が、シンはいはいはい。って思った時にはもう終わっているんですよね。これぐらいの武勇のもの噂があると、その噂が鳴り響いて静けさ教と呼ばれて恐れられている。本当にね、うん、あ、いいですね。まあ、没落した貴族の出身、うん、はいはいはい、でパラディンなんで大義を重んじるんですが、はい、その実、うん、金銭に目がない。没落しちゃったから。このパーソナリティは普段は隠しているんですけ ど、はい、あ、なるほど、没落した家を再興したい。あ、そういう目的があるの。そのために金を稼がないといけないっていうのがこのちょっとね、うん、板挟みになってる。なるほど、ね、いい設定、はい、じゃあ僕ですね。あ、ウィザード、はい、ウィザードアイエルフよ、女性なんですよ、うん、女性のもう魔法使い、うん、しかも東洋系、東方だ、うん、はい、龍宮寺ひばり。ちょっと違くて。エルだろ。龍宮寺ひばり。エル。ちょっと日常アニメみたいな。なんだ龍宮寺。これあの、うん、もうね、あの魔法家系の、うん、もう一番最前線。巫女みたいな。そうそう。で、あの代々伝わる杖を持って、うん、家代表としてもうね、行くみたいな。サラブレッドの。だからやっぱね、気丈な感じなんですね。プライドが高くて。なるほど。うちの家が一番みたいな。うんうん、見た目が。これですね。なんだこいつよ。エルフじゃねえじゃねえか。全くダメダメネット。まったりこれ。なんで日本式のエルフ。日本式のエルフで、ただもうね、非常に振る舞ってますが、弱みもあって、はい、可愛いもの、甘いものに滅法弱い。そうだよ。古いなーって。戦闘で使わねえだろ、それ。日常会だろ、それ使うの。じゃあ、たい焼きなどを、ね。ないよ、ハム、ハム、ハムちま。あるこの島にある。この世界観。竜たちの島に、たい焼き、たい焼きや。こんな町おこししてない。無風と言います。言わなくていいわ。名前改めてちょっと。確かに。そう、男性のベルブロック、うん、フシクレのシャディラ、うん、ルリバナ、シルビア、ロレンシア、静けさ教、ルシュル・ファルベランと申します。リュウグジ・ヒバリ。なんちゅうパーティーだ。うまくいかねえよ。怖くなってきた。誰が集めた。誰が集めた。誰きっかけであったんだ俺。皆さんはですね、うん、まあ、船に乗ってこの、うん、ですね、島、はい、ストームレック島という島なんですよ。ストームレックだ、これが、はい、リュウたちの。こちらの方に、今着いたところです、はい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 、で大きい船に乗ってきたんですけれども、うん、その島の入り江までは来れるんですけども、うん、その先、この辺がまあ結構岩礁なので小さい船で、あ、まあ、言ってみるとその降りる人だけを乗せてここにやってきて、はいはいはい、でまあ、送ってくれた船乗りの人たちはまあ気をつけて行くんやでと、うん、で、あっちの山の方に行くとそのあなた方が行きたいその竜の、まあ、祠があるので、そっちの方に行ける、はいはい、なるほど。で、今この、まあ、桟橋のところに皆さんいるということで、ちょっと、はい、この桟橋の上のところに、桟橋の、はいはい、自分の分身でいるところのキャラクター。静かに静かにゲイム。静かに静かに鎧が重くて雲出なさんの静けさ業は。どこへ行った静けさ業。皆さんが、うん、まあ、階段を離れてそのじゃあ、まあ、早速山の方に上がっていこうとした時に、うんうん、背後でですねピシャンと水が跳ねる音、ゴボゴボという、まあ、水がこうなんていうんですかね、ちょっとこう、うん、湧き出るような怪しい音が聞こえる。ひばりおならではしたんじゃないか。失礼。ほんとデリカシーな。つけつけつけ。途中の途中だからリコルもいい。で、おおよそ9メーターほど先、あ、まずちょっとお断りしておくと、ここにはあのマスが書いてあるんですけど、はい、このマスは1マス 1.5 メーター。ほうほう、マス5メーターね。はい。で、9メーターということはまあだいたい6マスぐらい離れたところに人影が3人ほど上がってきます。
なんだ、うん、3人ぐらい上がってきます。何台のポーズだよ、これは。穏やかじゃないね。あ、S見ましょう。気に入らないね。じゃあ S 見ましょう。S 見ましょうになってた、あれ書いて。ちっちゃい S 見ましょう。ソムニーハンドドラゴン。ソムニーハンドドラゴン。いろんな人が。ゾンビじゃん。こりゃダメだ。お前、いわゆるゾンビさんも。なるほど。こりゃダメだ。ゾンビがゾンビか。まあ、こんなようなのがちょっとあなた方の方に近寄ってきますということで、いくつか選択肢があります。D&D というのは、必ずしも常に戦うゲームではなくて、ロールプレイングゲームです。なので、例えば相手が交渉できるようなものであれば、交渉して、まあ、帰ってもらう。交渉できなさそうな場合も、まあ、相手よりも自分たちが早く逃げ出せるようであれば、まあ、先に走って逃げる。逃げちゃうこともできる。まあ、戦って成仏させる。うん、まあそんなような形でいくつかこうパターンがあってですね、それはもう各パーティーその遊んでいるグループで決めて、それでどういうふうにするかという形になります。その辺はコンピューターで遊ぶロールプレイングゲームとはちょっと違う。なるほど、自由度が高いと、というわけで、まあ、この状況です。どうしますか、はい、腕鳴らしにはちょうどいいんじゃないか。確かにそのようね。やつらを沈めてやらない、あたいも乗ったよし幸福だ静け先を全然違うムードメーカーじゃないですけど、ボケキャラになっちゃってな。戦った方がいいかも、相性なしで買うべきだ。ちゃちゃっと片付けるよ、戦おう。じゃあ、これから戦闘していこうと思います。で、戦闘のやり方はシンプルでして、まず、各キャラクターシートの方ですね、白いシートの真ん中に、イニシアチブという数値が含まれてる、で、こちらを使って順番を決めていきます、本当だ。 D&D は、まあ、D20 システムとも言われるんですけれども、この20面のサイコロでいろんなことを決めていきます。出目としては大きい方がいいです。で、大きい人から順番に行動します。なるほど、これも一斉に振っていい。もうどんどん振っていただいて、もうゼロだ。え、ニシアチブゼロ、チブレズ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 、ニシアチブよ、チブをイニイニのチブを、チブレズ、チブレズ、チブレズ、運もあるから。戦闘をね、やりましょう、しましょう。ってことはこのイニシアチブの順に行動していくんで、そうですね、まず力ということね。はい、で、今ここに今3体います、はいはいはい。で、例えばウィザードさんここですから、10.5m 以上届くものであれば、攻撃もできちゃう。あります。お、私のレイオブフロスト。レイオブフロスト、霊気の魔法ですね。やってみろ小娘。これはあの必ずその3つのうちの1つを選ぶ感じ。はい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 。じゃあ手前のこいつ1、2、3番なんで、2番、魔法を放つ、で、命中するかどうかの判定をしていきます。はあ、命中するかどうか。はい、で、それはどういうことかというと、はい、各そのキャラクターの方もそうなんですけども、アーマークラスというものがあって、要するにその当たりやすさを表しているものになります。はいはいはい。で、20目のサイコロを振って、例えば出目が13でしたと、で、プラス5だったらその5を足して18ですよ。で、18というのはそのゾンビのアーマークラス以上ならば当たる、2番だったら外れ。なるほど、そういう感じです。基本的にはそういうやり方でこういろんなものをやっていって、ヒットポイントを減らしていくっていう感じですね。無傷の場合もあるわけだから、じゃあレイオブフロストを見せてみろ。したいと思うのはレイオブフロスト、あら、18、すごいよ。で、プラスは何個ですか。5ですね。5ですね。そうすると23。23は当たりです。やった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 、カチ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 。当たった。まだまだまだけるでしょ。で、どれぐらいのダメージ、どれぐらいのダメージこれ。確かに、これがどこダメージ。勝ち面のサイコロを振ってダメージ入ります。なるほど、これでさらにダメージサイコロは別なんだ。目標2番ですよね。はい、ダメージサイコロ7。おー、強い。じゃあそうすると7点のダメージが7番のゾンビに入ります。入った、倒した。はい、どうどう、倒れない。強い。結構強い。おい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 、これぐらい倒せないようではこの先が思いやられるな。じゃああんたもなんかやってみたらどうなの。あんまり理解してない。で、今はこれで魔法を
使うということでマクションを使いました、うん、であと自分のタイミングでできることというのが移動することができます、うん、なるほど、はい、で魔法使いはエルフなので通常ですと6マス分2メーター動けます、うん、すごい どうします動きますか動きませんあそこでじゃあ、そうすると、うん、ウィザードさんの手番はこれで終了なるほどこれを繰り返していくんだ、はい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 、でじゃあ次クレリックさんですかクレリックはい、うん、あんなチャチー魔法で倒せるわけないだろゾンビなんだよお前脳筋がなんか言ってるわななんで喧嘩するいちいち喧嘩する来てる来てるゾンビが足の呪文見せてやろう呪文なんだセイクリッドフレームセイクリッドフレームえ聖なる炎による呪文攻撃じゃせっかく私が冷やしたのに何番にやりますか2やったからこれ冷えてるから、うん、ちょっと半生になるかもしれないから1かな1ごめんなさい、セイクリッドクリームの場合は、はい、マスターの方がその当たったかどうかっていう判定をしますあ、そうなんだ、はい、敏捷力の13ということになるので、うんうん、こちらの方で敏捷力セービングスローというそのお数値を判定して、はい、それが13未満だと当たりです。未満だと、なるほど。こちらがゾンビ側の、はい、なるほど。はい、で避けられるかどうかをちょっとやっていきたいと思います。じゃあ振ります。当たれ当たれ当たれ当たった当たった当たった。ですね、まず出目が11です。うんうん、で敏捷力はマイナス2です。なので、うん、9なので当たりです。おっしゃー、はい、当たったー。あざーす。あれー。セイクリッドフレーム。ダメージ。あれ。あ、プス。サプン。まあ一点だけちょっと焼けました。おいヒゲ。おい何をやっている。何しに来たの。1ダメって。ヒゲ。帰りたい。弱っここで。さっさとそれに乗って帰れ。全然聞いてる気がないのなら。じゃあ移動するんですかって話よ。移動は帰るかな。無念はあることだしドワークの場合はちょっと、まあ、あの距離が遅くなるんですけど5マス分移動できます、はいうん、マス分僕でもどういった方がねそうですねなるほど開けた場所に移動しておく、ねまあ、砂浜に上がっちゃうとないかもしれないですね、はい、そ近く耐久力もあるんですよねそうですねこの辺にいるかな、はい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 、いいですねはいでは次ローグさんになります私の出番さねショート棒ショート棒あ弓矢をじゃあ2番のゾンビめがけて、はい、ショート棒いけー 6プラスは5 11あ、当たるか当たった当たりですあーよっしゃーったそしてこっからダメージ食らえーぷーえ1です 1、2、3なんで4ですね4ダメ、はいあれぐらいじゃない？じゃあトータルで11点です。11だね。11点。これは倒した。来てるでしょ。手が起こったけどまだ覚えてない。当たってるこいつ。当たってんだけどなかなか倒れないね。逃げた。じゃあファイターさんです。シャニだ、はい。ファイターだからね。これってまず切りかかりたいときは移動してから切ること。はい。そうですね。うん、あの移動例えば6マス移動できる人であれば、うん、4マス移動したところで相手のすぐそばに行けるんなら、うん、切った上で2マス離れたら、うんうん、なるほど。ああ、その分はどっちでも行けるんだ。はい。ただあの離れるときはもしかするとちょっと殴られるかもしれない。反撃みたいなそうですね、はい、こんなところで弓矢を失っていてはしょうがない近接直接行く3、4、5すごいな6個血の毛が移動しながら剣をグレートソードをダンと抜いて、うん、グレートソードを抜く抜いたグッと上がるかくたばれ12プラス3 15当たったんじゃない当たりですおいそうだダメージ菅の勝ちぞこれねこれおおい腹綿をぶちまけろお12すごくってことはプラス1で12か12勝った23勝った3点やったーやったやった来た23あーなるほどねえ来た来た、はいですね、そうすると、ゾンビは倒れそうになるんですが、ですね、あのここで一応倒れたかどうかの判定をマスターが行います。はい、で今、ダメージが12点。うん、ってことは、17点の耐久力セーブというのをやりまして、はい、耐久力こいつはプラス3なんで、14以上出れば、ギリギリ1点残って立っている。厳しいな。そんな粘ります。粘りが。こいつの意識もあるんだ。ゾンビのしぶといな。なるほど。
おっしゃー、倒れた。これはもうバッタリ倒れた。よっしゃでかした、でかした、近い、とりあえず一歩引くとしよう。ああ、うん、ハンドウェイで。じゃあこれで今レバーをやられましたけれども、うん、ゾンビの手番になります。そこに行った、ゾンビの手番に。はい、じゃあそうですね、今切りかかられたので、うん、こいつら頭は良くないんですけれども、はい、近くにいるから、まあこれはハイタさんにやっぱり裏がっちゃう、裏がっちゃいますよね。まあねえな、報いを受けな。カバだろ、何か違う、何か違う、違うな、カバだろ。ちょっとまあ水場なんで足取られて 1,2,3,4 だけど、まあ一応くっつきます、ね、なるほど。ではくっついたらその腕で相手を掴もうとしてます、うん、おぉ、じゃあやばいぞ、やばい。はい、じゃあ、プラス14でプラス3で17だとどうなりますか。アーマークラスはいくつですか。アーマークラス14だ。あ、超えた。当たりですね。ああ言わんこっちゃない、殺せー。早い早い早い、一人で突出するから。じゃあ、まずやばいって。さあ、まず4点のダメージが入る。ああ、で、今が12点なので4点減って8。え、もう残り8点。もうで、もう1点。あ、おいおいおい、ほら、突っ込むやつがあるかい。でも、手柄を立てようとしやがった。恥ずかしいわ。あ、もうほら、18なので、これも当たりですね。やばいやばい。うわー、4。死ぬ死ぬ死ぬ、あと3。死ぬ死ぬ死ぬ。何やばい。バカタレ。ざまないわね。ゾンビのスピードはもうこれで動けないんで、ここで終わりです。はい、お待たせしました、パラディンさんの手番です。パラディン助けてよ。あ、ついに静け作業が動き出す。私のことは気にしないで。いや、気になるだろ。助けないとさ、さすがに死んじゃう。いや、まあ移動して、うん、近づくしかないな。俺は近接系なんでね。はい、うん、じゃあ、1、うん、2、うんうん、さあ、はい、して、まあ、4、はい、はい、うん、近接して、1番に、はい、バトルアックスでもう立ち割ります。素晴らしい。お、うん、じゃあ、これ振り。え、やばい、4当たるか。一応確認します。プラスいくつですか。プラス5なんで、9ですね。9。お、いけるか。ギリ意外と、いった、当たりです。おー、危ねえ。危ない。海外頼むよ、はい。これで、じゃあ、1個振りまして、はい、はい、7の、プラス3、10。じゃあトータルで11点のダメージです。おっしゃ、腕は落っこったんですけど、まだ動いてます。あ、まだ動くね、はい、はい、そう、で、これでまあ全員終わるとまた頭からになる。はい、そうなんだ。1番、もう確実にいっちゃいましょう。1番殺す、はい、レイオブプラスター。そして当たったんで、はい、これ振りまーす、はいはい、2か。1、2、3、4、まあ、全部やんなくてもね、意外と初戦なのに結構、いや結構若いね、敵、ね、はい、エルフがおもちゃにされてるのも面白いが、あ、そうだそうだ。2で、キュアウーンズ、回復魔法。え、待って、接触した目標1体のヒットポイントを1ダイス8プラス33点回復、回復魔法あります。はい、よっ、6、すげえ、もう全回復、12点ですね、全回復。じゃあ全回復、おっ、これいった方がいいんじゃない。余計な情けを素直じゃねえな、悲しいな、こいつ。ではロングさんですね。じゃあショート棒で、はいはい、シークレのシャギラを狙おう。ちょっと下がっちゃった。1番のゾンビダメージ入ってる。実に行こう。あ、そうね、ショート棒14で、これは当たりです、うん、よし、よし、14、強っ。じゃあ足上げて27なので、16以上出れば、なるほど、ゾンビは行っちゃう。出るな、出るなよ、これは難しいよ。ビルド以下なら OK。 ここはマスターとしてやっぱ見せ所なので、よっしゃこいつも倒れたよ。お、あと1体じゃん。じゃあ意味あるかわかんないけど、うん、後ろに回り込んで、ああ、なるほど、その方がかっこいいから。そうですね、周りをくるくる回る分には攻撃されないです。あ、なるほど、そうなんだ。ブレードソード、ブレードソードする、はいはいはい、17、もう出目で当たりです。当たるね、召されよ。どうよ、6、じゃあ7点になってますね。いやー、ダメだ、はい、まだまだじゃん、まだまだ全然動いてます、まだまだですわ。
では、じゃあファイターさんそれで終わったので、うん、ゾンビ一体残ってますから行動します、うんうん、これどこ行くんだろう。そうですね、今3いるので何にしようかなと。1、2、3、4、5、6でよいしょ。なるほど、うん、サインはドワーフさん。ドワーフが狙われると。ドワーフさん殴ります。殴れ、避けろ。13、じゃあですね、16と言って攻撃します。あ、僕18あります。え、高っ。じゃあそれは華麗にドワーフさん見せる。すごい、ヒゲそっち行ったよ。見せるね。動ける、動ける、若いからまだね。若いからまだ。まあ、ちょっと移動してみますね。こんな感じで移動します。おーおー。で、離れたので、はい、こちらのキャラクターの方はこれ殴れます。おお、そうなんだ。え、殴っていいんですか。さっき言ってた、殴ったらタイミングね。殴れますか。殴ります。じゃあもちろん殴ります。ちょっと殴ってみましょう。はい、はい、付け先を18。お、あ、当たりです。よっしゃ。じゃあダメージを出してください。ダメージは殴るね。バトラック近接攻撃。バトラック近接攻撃。はい、5です。プラス3。8。じゃあ、トータルで10、これで13です、ね。なるほど、はい。で、腕が落ちました。おしゃれ。引き際にやるね。では、これで1マス動いた。もう1マス動いて。あ、終わり？で、もう1マス動くんで、2人殴れます。あ、すごい。殴れるか。殴りますよ。そんなもん。まず、グレリックが殴りますね、じゃあ。ファイターさんも殴ります。もうすぐだ。8。8、はい、で目当たりです。はい、よっしゃー。ダメージ6面ダイスです、うん、はい、はい、1かプラス2、3、はい、3点ですね。じゃあ16点の累積だ。おい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 、見てる。いいぞいいぞ。もうちょい、もうちょい、私が仕留める。はい15、当たった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 。ほんで、いけ、はい、いけ。これで24なので、発定します。出た。10以上が出れば。いや、これは出るよ。これは鈍いチームね。やったか。さすがに、さすがに出せない。それ言うとやってなくなる。おしゃい。ファイターコー、ファイターコー、ファイターコー。おしゃー。では一応戦闘が終わりましたので、無事大団円を迎えたということで、うん、まあ、君たちと冒険は始まったばかりだ。なるほど。これが続いていくと。はい、だから俺は街とか行ったりとか。でもこれを多分全部やってると、はい、明日の朝ぐらい。それで終わるかな。下手したらもっととかもね。一戦闘でこれだからね。やっぱり脱線しまくぞ。そもそも。一旦今回はちょっとここまで。あ、そうだよ。動画ではここまで。楽しみだけどね。今回のそのストームレックの中にはゾンビ以外のいろいろなモンスターがどんどん出てきて、ね、なるほど。で、皆さんもそのだんだんその戦っていく間にレベルアップしていって、うんうんうん、まあ、より強い敵と戦えるようになります。まあ、こういったストーリーになってます。シャーボンと戦うゲームだったらさ、ボタン連打でもさ確かに確かに言ってるようなやつがこの厚みというそうそう、考えて考えて確かにバトルって1回1回が命を、本当だね。本当そうよ。すごいよこれ。はい、うん、うん、というわけでね、めちゃめちゃ楽しく遊ばせてもらいましたけど、こちらのダンジョンズ&ドラゴンズ日本語版は Amazon や楽天ブックスでの通販のほか、うん、全国100店舗以上のお店で絶賛発売中と、すげえ、ことなので詳しくは概要欄の方をチェックしてみてください。モンスターターセットの他にもデラックスプレイボックスとか、このプレイヤーのハンドブック、うん、それはあのモンスターが全部、えちょっと見てみて、ハンドブック、あ、うわーうわーカラーなんだ。情報量やばっ。こんなのさ、かっこいい。こんな見てるだけでさ、おいおいおい、こんなのめっちゃテンション上がる。小中学校の頃の自分に渡したら、ね、めちゃめちゃちゃんとさ、一体一体やったり、すげー書いてる。いや、イラストめっちゃちゃんとしてる。かっこいい。これ何、何自由帳レベル100。いやいや、そうそう。すごすぎ。すげー、はい。というわけなんで、ぜひ皆さんも遊んでみてください。楽しい。ありがとう。バイバイ。ファイターコーさんありがとう。ありがとうございました。ファイターコーさんありがとう。ファイターコーさん、ファイターコーさん、ファイターコーっていうキャラ作って冒険に出していいですか。いいっすよ。ありがとう。みんなもやろう。ありがとう。